なんチャンネル。こんにちは、マリアンナです。本日はなんとなんチャンネル初めての案件動画となります。イエーイ。ということで今回のご紹介したい商品は、でーん、こちらです。こちらの商品、モルスという商品になります。モルスは私クラウドファンディング、幕開けさんでクラウドファンディングをしている時からちょっと気になっていた、商品でして、ずっとね気になるなと思っていたんですけれども、今回なんとこちらいただいたので早速レビューさせていただきたいと思います。なななな なんチャンネル開封。じゃん、こんな感じです。まあ、これが一体何なのかと皆さんまだ気になっているかと思います。ちょっと待っててください。ということでお待たせいたしました。今回ご紹介させていただく商品はモルスゼロという商品となっております。こちら小型乾燥機らしいです。すごくないですかこれ。これ乾燥機なんですよ。考えられますか。乾燥機って言ったらもう普通どうでっかいやつじゃないですか。でなんかつなげなきゃいけない、何しなきゃいけない、これ配線わーってやるじゃないですか。なんとこれどこでも置けちゃうらしいです。ということでもう一回開封します。これはまた大変だ。すごい箱に入ってるからちょっと大きいかなと思ったら、さらに小さいぞ。しかも見て、全然持ってる。やせせ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 、ということで見てください。ちょっと待って、これ私の iPhone 14 Pro Max、 大きさ的にはほんと3つ分ぐらい、横はいっぱいあるけど縦は3つ分ぐらいです。ボタンがいっぱいついてます。中開けていきたいと思います。ここにオープンって書いてあって、おお、なんか入ってる。あれだ、大事なものが入っているんだ。こんな感じです。これはガイドブックと、こちらつなげるエアコンじゃなくてコードと、これはでしょうか。ちょっと後で見ていきたいと思います。そして中どのくらいって言ったらいいの、どのくらい中はね、それこそこのガイドブックがここに入るぐらいかな。本当にこれの大きさで言ってもみんながわかんないのか。あ、このぐらいちょっと待って、二度と案件の動画来なくなっちゃう。こんなんじゃ大変だ。とにかく小さいで、中になんか編みになってて、ここがでもなんかシンプルな作りです。これは何だろう、気になる。開かないのかな。スタートガイドを読みましょう。割とね、私こういう電化製品とか自分でどんどんこう、あ、これもできるんだって見ていきたくなっちゃうタイプなんですが、
今回はね、きちんと皆さんにレビューをお伝えしなければならないのでやります。最大容量はマックスレベルの1000より下、重さ 1.5kg 以下だそうです。マックスレベル、あ、マックスレベル、ここにね、マックスって書いてある。ここに合うようにここまで入りますよっていうことみたいです。ここはゴムパッキンになっていて、ここが操作パネル、え、しかも UV ライトがついてるんだって。で、糸くずフィルター、あ、これが糸くずフィルターなんだ。あ、そうです。あ、また落ちてる。これが糸くずフィルター、これが UV ライトだって。で、操作パネルが上についてます。先ほど顎を負傷したこちら、私のせいですからね、これは。これをなんと入れると靴が乾かせるらしいです。例えばさ、雨の日さ、お気に入りの靴履いてったけど、今日急に雨降ってきた、うわ濡れちゃった、下手こいた、ドゥルンドゥルルンドゥルルンドゥルルンの時あるじゃないですか。その時にここに入れれば乾燥してくれるみたいです。すごい。靴を裏返しにして、こっちが下にして、こっちがあれですね、だから底の部分を上にしてポンポンって置くみたい。いいね、これ。しかもこれだけじゃないということに私は気がつきました。なんとこれ自動乾燥だけではなく、靴モードも先ほどあったじゃないですか、プラスリフレッシュモードっていうのがあって、まあ、例えば飲食店に行って焼肉食べました、ちょっと焼肉の時って洋服とか匂い若干つくじゃないですか、でも洗えないなとかっていうものもリフレッシュモードっていうものがあるので、それで匂いを取ってくれるらしいんです。めちゃめちゃ助かる。プラスこのシワよけっていうのがあるらしくて、高温乾燥のため生地が傷みやすいという従来の、衣類乾燥機が抱えていた問題をモルスゼロは改善してくれているようです。私も乾燥機付きの洗濯機を使っているので、そのあたりちょっと気になっているので、実際に今回はちょっとタオルを今洗濯しているので、それをこれ乾燥機にかけてみたいと思います。森アナということで、実際に洗濯して今濡れてるんですけど、このタオルを乾燥させてみたいと思います。ライトがつきました。クローズドア、じゃあ入れます。スマートモード、衣類の水分を自動で感知して乾いているかどうかを判断し、乾燥時間を自動調整して乾燥させます。これにしたいと思います。これでいきます。スマートモード、おー始まった。終わりました。なチャンネルということで、約45分が経過して乾燥が終わりました。開けてみたいと思います。さあ乾いているのでしょうか。お、え、すごい、ちゃんと乾いてる。しかも全然あの触り心地もいい、普通にふわふわに乾いてます。嬉しい。ということで、まあ、ちょっと正直最初こんなに小さくて本当に乾かせるのかなってちょっと思ったところはあるんですよ。まあ、多分皆さんもね、若干本当かなみたいなところあったかと思うんですけれども、もう全然問題なし、めちゃめちゃちゃんと乾いてる。すごい。こんなに小さくて持ち運びもできて移動もできるのに、普通に乾燥力としてはもう丸です。ほんと素晴らしい。そして私は冒頭でも言ったように乾燥機付きの洗濯機を持っています。なので
これどうやって併用したらいいんだろうって最初思ってたんですけど、それこそ例えばこれシルクモードっていうモードがあるんですけれども、その乾燥したいけどちょっと乾燥するもの分けたいなとかあるじゃないですか。そういう時にこっちを一緒に使ったりすることもできるなと思いました、何よりはやっぱ靴が乾燥できること、そしてリフレッシュモードがあるところが私はすごく魅力的に感じました。こんなに小型なのにありがとう、生まれてきてくれて。そう、あとね、例えば最近洗濯機は買っちゃった、ちょっと乾燥機付きの洗濯機はやっぱお値段がするから届かなくて洗濯機買っちゃった、でもやっぱり梅雨の時期とか乾燥したいなっていう方いらっしゃると思うんですよ。そんな方にね、こちら小型なので普通の洗濯機とこちらを使って乾燥させるとかは全然ありだと思います。とにかくいろんな方にいろんな場面で合わせられる乾燥機だと思います。一家に一台あってめちゃめちゃいいと思います。自分は乾燥機付き持ってるけど、ご実家とか友人にとか、例えば新婚さんにとか、こういうプレゼントはすごく喜ばれると思うので、プレゼントにもおすすめかと思います。ということで今回はモルスゼロの、レビュー動画でした。ちょっとこういう案件をいただいたのが YouTube だと初めてで、ちょっと戸惑いながら大丈夫かなと思いながら不安になりながらやったんですけれども、皆さんにこのモルスゼロの良さが伝わったでしょうか。概要欄にね、いろいろと貼っておきますので、気になった方はぜひそちらから一度見てみてください。ということで今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてモルスゼロちゃん、こちらお色白と黒ございますので、いろんなシーンに合わせてぜひ皆さんも検討してみてください。ではまたね。